こよりも私は私自身人柄であったり性格であったりあみんな好印象です丸ですねどうもこんにちは旬ダイアリーメンバーのバラマツです。今回は9月からシリーズになっている合格者面接の野村証券編ということで野村証券に合格された今井さんにお越しいただきました。今井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。面接官はマーケティングの多田さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今井さん簡単に自己紹介をお願いいたします。自分は修士の2年生でしていつもはもう白衣を着てフラスコ振って物質を作って光らせて光を解析してみたいなそんな研究を普段はやってます。あと就活支援団体 TKF というのに所属しておりましてそちらの活動を普段やってます。今日はよろしくお願いします。今井さんは就活どんな企業に最終的に合格されたんですか？はい、はい、最終的に内定をいただいたのが外資のメーカーさん、それから外資のコンサル、そして総合商社とあと証券、この4つの業界から内定をいただきました。最後の方に野村証券さんに受かった秘訣もぜひ伺おうと思います。はい、ということで、はい、今回はおなじみ の, あの就活系のオーディエンスの高橋さんも来ていただいてます、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは面接お願いいたします。はい、はい、じゃあ面接始めていきたいと思います。それでは自己紹介の方をお願いできますか？はい、私北海道大学修士2年生の今井義和と申します。普段は光科学の研究を行っておりまして白衣を着てフラスコを振ってのザ・理系の研究者として普段は活動しております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんか学生時代頑張ったことっていうことを聞かれた時にはどんなことをお話しされてますか？いつも。はい、私社会人バレーボールサークルで最年少ながら代表を務めておりました。バレーの指導だけでなくチームとしての組織、組織運営なども合わせて行っておりましたのでそれが一番力を入れて取り組んでいたことになります。なるほど。社会人バレーって、どれぐらいの年齢の方がいらっしゃる感じなんですか？はい、上は40代の方からあと当時自分は最年少だったんですが私が入ってからは下は高校生まで入るようなそのような年齢幅のかなり広い団体になりました。なるほどなるほど。その中でなんか組織運営に力を入れたってことだと思うんですけどなんかどういう経緯でまず社会人バレーに入ったのか、はい、でそこからどういう目標を掲げてどういうことを工夫していったのかみたいなところをちょっと伺ってもいいですか？はい、まず経緯といたしまして私は大学の2年生で入って3年生で代表に就任するようになったのですが2年生で入った理由としましては1年生の頃大学生だけのサークルに所属していたのですが、何かこのままではまずいと将来何かやるとした時に自分の価値観を広げたいっていう思いからそのサークルを辞め社会人の人と会ったら何か価値観が広がるかなというような思いでまず入るようになりました。でそこで行っていたこととしまして目標として掲げたことがアマチュアの大会で1勝するという目標を掲げました。なんだ1勝かと思われるかもしれないのですが実は私がその当時就任した時当時は30から40人ほどのメンバーだったのですが私以外誰も経験者がいない状況でした。そのような中で私がコーチをすることによってそのような初心者の人たちを全員が経験者のチームに必ず勝つぞという名の目標にチームの運営指導を行っておりました。なるほど、了解しました。まず最初にあの入試なんだろう入団の経緯みたいなところで価値観を変えたかったっていう話があったと思うんですけど価値観を変えたかったっていうのは、はい、なんか新しいことに触れることが好きっていう感情から来てるんですか？どういう感情から来てるんですか？2つあると思っておりまして1つは今おっしゃってくださった新しいもの知的好奇心が私はとても強いのでそこからまず来たのが1つそれからもう1つは不安といいますか切迫感というのも正直ございました。1年生の頃過ごしてみてこのまま4年間で大学生活が終わってしまうのかというようなそのような切迫感から選んだというその2つがあります。なるほどなるほど。知的好奇心で一番自分が、熱意を燃やしたものってどんなものだったんですか？はい、化学まさに今私が研究している内容になります。はい、小4の頃から私は化学が好きで今でもまさに化学の研究をしているのですが本当に小4からなので10年以上ずっと化学に知的好奇心を燃やしております。なるほど。何が面白いですか？なんかちょっとセールスしてみてください。はい、自分が化学をそもそも好きになった理由が、はい、分子また原子がきっかけなんですね。
なぜ分子原子かと言いますと、この世って全部分子と原子で構成されているじゃないですか、うん、その多田さんご自身も原子分子で構成されている、はいはい、つまり原子と分子を知ればこの世界のことが分かるんじゃないかという幼い時の自分の思いから出発しまして、結果として今どうなったかと言いますと、分からないことが分かったというそのような現状でございます。なるほど。じゃあ分からないことを探求していくのがやっぱり好きなんですね。そうですね、自分の知識を満たすこと、そして知識を満たすだけじゃなくて、その知識を使って例えば誰かに教えたりだとか、そして誰かが、うん、自分のアドバイスやまた自分の知識を知ることによって成長していく、そのような2段階で私はやりがいを感じます。なるほど、うんうんうん、承知しました、ありがとうございます。ちょっともう一個前に戻っちゃうんですけど、その、はい、チームの運営においての目標っていうのは伺ったんですが、その中でどういう工夫を具体的にされていたかみたいなところちょっと伺ってもいいですか。はい、工夫していたことも、2つございまして、1つ目が、しっかりと練習の意図を伝えるというところ、2つ目がチームのメンバー一人一人の長所を見つけて伸ばすというところを徹底しておりました。で、1つ目に関して補足させていただきますと、まず初心者なので練習をするにしても何を伸ばしたらいいかわからない状況というのがありましたので、なぜその練習をするのか、それによってどんな技術を身につけたらいいのかというのを説明しておりました。2つ目に関しましては、やっぱり年長者の方々がかなり多かったので、年長者の方々にここはダメですと単に指摘するのではなく、このような長所がありますね、すごいですね、なのでここの短所を直したらもっと良くなりますよというような、いわゆるチーム全体がプラスの方向を向きながら練習に取り組めるような、また自分の技術向上できるような、そのような工夫をしておりました。うーん、なるほど。もう一度目標を伺ってもいいですか。はい、目標は10ヶ月後のアマチュアの大会で1勝するっていうような目標でございます。ですよね、ですよね。なるほど、はい、1勝するってなった時に必要だったことが練習の意図を伝えるということと長所を伝えて伸ばすっていう、この2つに絞った理由を教えてもらってもいいですか。はい、理由としまして効率性、それを求めた結果がございます。なぜかと言いますと、社会人の方もいらっしゃるので、週末1回のみ、それも2時間から3時間の本当に短い時間でしか練習ができなかったので、その濃い時間で私が伝えられることは何だろうというのを考えた際に、そのようなまずチームの雰囲気作り、それから、効率的な、技術向上というところで、この2つを私は意識して行っておりました。なるほど、そうしました。一生できてなかったっていう現状が多分あったと思うんですよね。で、一生できてなかったという現状に対して課題とか原因はどういうものだったと考えてらっしゃいましたか、その時は。はい、まず一つ課題として一番大きく、分かったと言いますか、私が練習に指導する中で思ったのが、一体どこに向かっていけばいいのか分からない、経験者がいないので何が正解かが分からないというような、そのような現状がありましたので、そこにまず私が手をつけたというような結果になります。なるほど、なるほど。そこに至った背景ってどういうものだと思います。はい、背景として、そのチームとしてでしょうか、それとも私が気づいた背景でしょうか。ありがとうございます。どちらかというと思考回路っていう形かなと思っていて、その、はい、目標を定めないとやばいと思った思考回路をちょっと教えていただけると非常に助かります。わかりました。出発点として課題感やばいと思ったというよりかは、こうしたらもっと良くなるだろうなっていうところが、出発点としてございました。もともとチームとしてはとても雰囲気が良かったので、さらにこのチームで技術が向上したらもっとみんなが楽しくなるだろう、そのような思いからその目標を定めるようになりました。なるほど。雰囲気としてはめちゃくちゃ良いんだけれども、その、はい、仲いいけれども技術を高めるみたいなところに関してはそんなに力入れてなかったっていう感じのチームだったっていう認識なんですが、合ってます。1点補足させていただきますと、チームとしてバレエを楽しむことももちろんなのですが、バレエを通して、まだ見ぬ人と交流する、それによって自分たちがもっと社会人でありながらも、ブラッシュアップしていく、そこが目標としてチームがまずございました。そうなった時にただ、仲良くバレエをするだけではなくて、バレエを通した自分の技術向上、それを通して結局その技術の向上が、社会人としての実生活でも活かせるような、そのような経験ができたらもっといいだろうなと思いまして、そのような目標を定めるようになりました。なるほど、なるほど、なるほど、承知しました。その技術を伸ばすために、まあ、練習の意図を伝えたりとか長所を伝えるっていうところで、貢献していたということですよね、はい、なるほど。社会人バレーって多分一番難しいと思うんですよね。大学生のバレーも難しいけれども、多分いろんな世代がいるからこそ難しいポイントがあるなと思っていて、はい、この世代に関してまず、コミュニケーションで失敗したなって思う経験ってどういう経験がありましたか。あります？
はい、あります。その失敗したのがいわゆるその長所を言わずして短所ばかりを指摘したのが失敗としてございます。最初から完璧にその長所ばかりを伝えるということができたわけではございません。なるほど、ガツンと言っちゃったんですね。言っちゃいましたね。なるほど、雰囲気が一気に悪くなりました。雰囲気が悪くなった。なるほど、とても反省しました。なるほど。ちなみにどんな感じのことを言ったんですか、それは。もうあなたがそれをできないのはっていうよりかは、もう明らかにチームとしてこの人ができないせいで、その、まあ、もっと具体的に言いますと、スパイクをネットにかけてばかりいた選手がおりまして、その選手に対してあなたが飛ばないからだと、そのようなところを、まあ、今かなり婉曲的に言っていますけれど、もっと飛べというような、その罵倒まではいかないまでもかなり感情が高ぶって伝えてしまったというような経験がございました。なるほど。他にであれば、自分の熱意が空回りして人にコミュニケーションで失敗した経験ってありますか？はい、まあ、空回りしてというようなところという、うん、よりかは自分の熱がうまく伝えられなかったというような、うん、そのような経験がございます。まずこの10ヶ月後でアマチュア一生も、最初自分が考えて伝えるというところがやはり大変でした。もともとやっぱりそれがなくてもできていた団体なので、なぜこれがみんなにとっていいと思うのかというところをまず共感する人から、集めていって、そこで伝えようと思ったのですが、そうするとグループができてしまって、熱いグループと、いや、はい、そうでもないなっていうようなグループができてしまった時には、さすがに焦りは感じました。なるほど、了解しました、ありがとうございます。なんかこの野村証券を受けていたという話だったと思うんですけれども、他の業界で受けている業界ってどういう業界があるんですか？はい、現在志望している業界が、外資系のコンサルティングファーム、それから総合商社になります。なるほど。なんでそういう会社さんを見られてる感じなんですか？はい、理由としまして、自分を商材に働ける、そのように考えたからです。なるほど、なぜそう思われるんですか？自分で自分を売り出したいというのはどういう欲求から生まれるんですか？まず逆説的なところとして、まず私が本当に普段研究もやって学会で優秀賞もいただいたりというのは本当に研究には熱心に取り組んでいるのですが、ただその研究をやってやった先には自分の技術を買っていただける、自分の技術を見て、強化して仕事をしていただける、そのような仕事になるなと考えました。そこよりも私は私自身、人柄であったり性格であったり、そのような私の、私自身が私自身が誰かにとって、いい影響を及ぼしたりだとか、また私自身の考えないしは言葉がアドバイスが価値になるような、そのような仕事をしたいと考えるようになりまして、技術職を一切捨てて今は文系、その中でも自分を商材としてより、大きな影響力を持って働ける会社というところで、その3つの業界を今、見させていただいております。なるほど、なるほど、よくわかりました、ちょっと嫌な質問しても大丈夫ですか？はい、自分の個を伸ばすということは、一方で他の人と共同することが、はい、まあ難しいタイミングもあると思うんですよね。はい、自分の個を伸ばしていくと、その他の方とコミュニケーションする際に自分が一番気をつけなければならないことって何だと思いますか？はい、これはまさに自分が気をつけていることでもあるのですが、相手の言わんとすることを必ず 100% 分かるようにすることです。はい、コミュニケーションを自分の中での解釈として、まず伝える側であるときは自分が100考えていることを100的確に相手に伝えること、それから相手が100考えていらっしゃることを100自分が受け取ることだと考えておりますので、主に伝えるときはもちろん自分は意識すればいいんですが、特に聞くときですね、相手の方が何を考えていらっしゃっているのか、相手の背景、バックグラウンド、その時の状況、その時のその方の感情などを全部鑑みて、100% 意図を受け取るというようなことを大事にしております。なるほど。もっと嫌な質問してもいいですか？はい。セールスとかになると30分とかの商談があるわけですよ。その際にバックグラウンドとか全てを知ることってできないと思うんですけど、その際にコミュニケーションで気をつけるポイントって自分自身どう思われます？はい、まず、そうですね、商談に及ぶ前というところでしたら、必ず情報収集は行います。相手の方が分かっているのであれば、ああ Facebook などで、情報があるということはもう、この世の中あると思うので、まず調べるということからもちろん行います。その上で、じゃあそうしても分からなかった場合というところでお話させていただくと、必ず伝えるポイント、自分が伝えたい主張はこれだというところを、まあ、1つはちょっと難しいと思うので、3つ用意するならばこの3つは伝えようというのを意識して
例えば10分ごとにその1個を自分が出せるようなそのような話の持っていき方にできるように意識はしていきます。なるほど、理解しました。ありがとうございます。あ、以上で面接終わりにします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それでは面接お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで気になる結果の方をお願いします。はい、じゃあ R にします。ありがとうございます、はい、フィードバックお願いします。はい、まあ、良かったところは、個性が出ていたっていうことはめちゃくちゃ良くて、その知的好奇心であったりとか、その本当に10年間続けていたっていうことがすごく分かりやすかった、科学の話に関しては、うん、で、その科学の話に関してもちゃんとそれが今も生きているっていうことをちゃんと伝えられてたのはすごく良かったかなと思っています。で、これ丸にしたんですけど、企業によっては落ちると思いますよ、正直。なんで落ちるかというと、ロジックずれてるところはあるんですよ。まずエピソードでずれていることと、話全体でずれてるかもなって思ったところでいくと、エピソードの話で聞きますと、まずそもそも練習の意図を伝えたりとか長所を伝えるみたいなところって、本当にそれが一番一生につながるんだっけっていうところは、正直ロジックは完璧ではないと思う。結構思いが乗ってるからそうかもなって思うけれども、合理的に考えるとそうではない。だから合理的に考えてそうではないかもしれないけれども、これを選択した理由を僕は聞きたいと思ってます、はいはい、でコミュニケーション全体の話でいくと、結構相手のことを思んぱかってコミュニケーションするみたいなところを全体として推してたと思うんですけど、営業の話で最後僕が聞いたじゃないですか、30分間しかない状態でセールスするんだったらどういうこと気をつけますかって言ったら、自分の話で3つのポイントって言ったんですよ。自分が伝えたいことって言ったんですよね。相手の話が出てこなかったんですよ、はい、ってことは普段から相手のことを考えているのか本当かなって思い始めた僕は。っていうのでちょっと矛盾が生じてるなと思ったんで、時間があればもっと聞きます、思った、うん、っていう感じかなと思います。全体のエピソードの中で、矛盾が生じたところを僕は聞いていくタイプなので、そこはちょっと気になりました。一時だったら 100% 通すと思います、うん、っていうのが僕の評価だ、うん、はい、でもやっぱ今井さんの面接見ててすごいなと思ったのは、うんうん、面接っていういわゆる Q があって A があるみたいな、かっちりとしたものではなくて、ちゃんと会話になってるというか、あ、そうですね、前提確認してくれたって、はい、チームと個人のどっちの話ですかっていう話をしてくれたので、まあ、そのチームとしてでしょうか、それとも私が気づいた背景でしょうか、それはこうですみたいな意図をちゃんとこちら側から伝えれる、あの空間を作ってくれてるんで、コミュニケーションなんですね。確かに、はい、あれはめちゃ良かったですね。すごい良かったですね。今井さんがなぜ野村証券に受かったかっていうのを端的に教えていただきたいです。素で勝負したことだと思います、はい、先ほどのフィードバックでもいただけたように、自分は素で勝負できるのが個性であり強みかなと思っておりまして、ありのままの自分をさらけ出すこと、ちょっとやっぱり矛盾とかあと不器用なところはあるにしても、しっかりと自分自身をさらけ出して相手に理解していただけたこと、それが合格につながったのではないかなと思っております。いやマジで素敵ですよこれが。いや本当にロジックというよりはどちらかというと自分の思いでちゃんとそれを、なんか背景とか過去の背景とかっていうのをちゃんとつなげて話していただいているので、すごい熱意が伝わるんですよね。自分はこういう人間だっていうことが伝わる、まあ、これはすごくあのみんな好印象になります。丸ですよね。やっぱり大事なんですね。いや大事だと思いますよ。矛盾を作らないようにするにはどうしたらいいですか。無理です。おいや別にそれもそれで人間だと思うんですよ、うん、僕は矛盾が悪いと言ってるわけではなくて、うん、そのなんでそうなったのかなっていうのが気になるんですよ、うん、その最初に言ってたアピールポイントと一貫性がずれてくる方によってその人が悪いってわけじゃないわけじゃないですか、うん、だから矛盾があってもいいです、うん、それはあすいません自分の中では認識できてませんでしたって言ったんじゃないですか、うん、矛盾がずれたら落ちるんじゃなくて、うん、どうなってたらじゃあ落ちたの。それで堅くなにずっと言っちゃうと、うん、ずれてずっとずれたこと言ってる人なんだなっていう、自分が間違っているとかずれていることに対して認識できない方なんだなって終わる効果ももったいない、うん、なるほど、はい、でも途中であなんか自分違うこと言ってるって思ったら、はい、
前半戦のやつちょっと整理させてもらっていいですかみたいな話をし始めると、あ、分かったんだなっていう、なるほど、はい、なります。ましたコミュニケーションですけど、そうですね、はい、今回はとっても勉強になる面接でした。もしよかったら、あの、今井さん最後に TKF の宣伝を軽くしていただけたらと思います。私が所属している TKF という団体、まだできて2年ばかりの団体なんですが、全国約30の大学、それから約300人の学生が登録してくれている就活支援団体になります。このような面接練習であったりだとか、あと実際にどんな業界にどんな人がいるのか、その内定者を訪問するイベントを開催していたりなど、本当に就活生が、役立つ情報が満載ですし、就活生同士のつながりも私たちは大事にしているので、就活仲間が欲しい方、ぜひ概要欄にあります公式 LINE から、飛んでいただいて登録していただければと思います。はい、ということで、TKF の活動であったり、あとワンキャリアの多田さんの Twitter であったり、まあ、気になった方は概要欄に添付しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。